ュースを深掘り、素朴な疑問を解決するなるほどです。伊藤さんお願いします。はい、今日は新型コロナの拡大で家で過ごす人が多くなったからこそのトラブルについてお伝えしていこうと思います。それは多くの家庭で利用したことがあると思います。通信販売、いわゆる通販、最近だとネット販売をめぐるトラブルになってくるんですが、平井さん、鈴木さんは通販利用されたことありますか？あります。昨日ちょうど通販で冷蔵庫が届きました。はい、届くまでドキドキしました。はい、冷蔵庫すごいですね。僕はもっとほらコロナだから例えばね、あの食べるものなんかは割とやりますよね。はい、利用されるということなんですよね。その通販なんですが、こちらデータで見ていこうと思います。昨年度全国の消費生活センターに寄せられました60歳以上のトラブルの相談件数が過去最高になったということなんです。皆さんも身に覚えがあるかもしれません。今日はそちらを詳しく見ていきます。まずこちらのグラフから見ていきたいんですが、こちらはですね、年代別に見た相談の件数です。通販のほか店舗での購入の相談に訪問販売、電話勧誘販売などの相談がそれぞれ色別に記載されているんですが、60歳未満と60歳代、ここはですね緑に注目してください。この緑の通販の相談件数が半数以上というのを占めていまして、どの年代も通販の割合というのが一番高くなっているんですね。このことから通販を利用している人が多いということがわかります。そして次に60歳以上の通販の相談件数を2016年から2019年度までは、相談件数がこの4つですね、ここまでは10万件以下で推移をしていたんですが、昨年度見ていきますと一番高くなってますよね。11万件近くまで増えているんですね。で少しちょっと小さいんですが、あのこちら赤の部分というのが80歳以上を示しています。2020年度赤の部分、この数字1万5000件以上相談が来ているという現状があります。ではですね、その相談内容を次で具体的に見ていこうと思います。こちらです。2つあります。まず事例1、1つ目は70代の女性からあった相談です。この女性はインターネットでダイエットサプリを申し込んだら定期購入になっていまして、クレジット決済だったため勝手に請求されていたといいます。その後解約しようとしたけれど手続きの操作がうまくできないというものでした。でこちらはですね、契約する前にサイト内の購入条件や返品、交換、解約のルールや解約方法についてきちんと確認をするようにしてから申し込むようにしてください。あの平井さん、鈴木さん、こういった解約できない方というのも多いと思うんですが、2人はそういった経験というのはありますか？確かにあの解約するときに実際どうやって解約するのかなって見てみると、かなり探しにくいところに配置されていたり、電話のみでしか対応していないとか、結構条件つけられるなと思うので、最近はその事前に購入する前に解約条件を調べます。そこまでも前もって調べておく。はい、でも解約条件ってなんかほらバーッと書いてあるから、はい、もういやって言ってスーッと下まで行ってチェックとかしません？したくなるんですけど、それで失敗ってことありますよ ね、でも読んだ方がいいですよ ね、 そうですね。確かに事前にこう確認しておくというのは、あの一つ大きな方法かもしれませんね。では事例の2つ目、今度こちら見ていきましょう。2つ目は60代の男性からの相談です。海外から注文した覚えがないマスクが届いたというもので、男性は勝手に処分していいのかを相談していました。マスクというのはコロナ禍だからという感じですかね。そんな感じがしますよね。あのこちらについては、はい、特定商取引法の改正で今年7月6日以降に注文や契約をしていないにもかかわらず一方的に送りつけられた商品については直ちに処分することが可能となったんです。また金銭を支払う義務というのもありませんので、支払いを請求されても応じないようにしてください。あの一つ目の事例のように、例えばその高齢者だとやはりこう一人で そこまで行き着くとか解決するのってなかなか難しい事例ですよね。はい、そうなんですね。
まあ、そういったところも含めて未然に防ぐということ大事になってくるんですが、まずこういった時はやはり消費生活センターにすぐに相談をすること、そして普段から身近にいる家族が見守りを行って変化にいち早く気づくということ、これが大事になってきます。でそのためにもなんですが、続いて見ていただきたいのがこちらです。はい、国民生活センターが高齢者の消費者トラブルを防ぐためのこういったチェックリストというのをホームページにアップしているんですね。いろいろなものがあるんですが、例えば家の様子についてということで言うと、不審な電話のやり取りがないかであったりですね、下に行きまして家に見慣れないもの、未使用のものが増えていないか、また一番下これ気になります、カレンダーに見慣れない事業者名などの書き込みがないか、こういったことをチェックして未然に防止するということが大事になってくるということなんですね。これチェックリストあるっていうの鈴木さん分かりやすいですよね。いやそうですよね。 だけどやっぱりね、なかなか一人暮らしの高齢者とかね多いし、その身近な人がしょっちゅうもチェックできないんでね、はい、これはもう本当抜け穴っていうか犯罪の抜け穴ですよね。だからこれも本当にもう本人が気をつけるしかないんだけどね、これね、どうやって注意喚起をというところですよね。そうですね、通販を利用する人多いと思います。今日紹介した事例は高齢者に起きるだけではなく誰に会ってもおかしくありません。なので不安があったら、一人で抱え込まずすぐに相談してトラブルに遭わないように気をつけたいです。以上なるほどでした。